歌唱力も抜群の日本の総理とファーストレディーは政界でも有名なおしどり夫婦。そんなユーモアあふれる2人には一人息子がいる。一体どのような人物なのか。日本テレビが単独インタビューを行ったのは鳩山家とゆかりのある場所だった。ここはモスクワ大学の経営管理学部なんですが、鳩山喜一郎さんはここで交通工学を研究しながら教えているということです。こんにちは。あ、どうも、はじめまして、片野と言います。どうも、はい、こんにちは。鳩山家の長男喜一郎さん33歳。喜一郎さんは鳩山総理と同じ東京大学工学部を卒業。2008年にモスクワに移り住んだ。モスクワを選んだというのは、鳩山のね、あの家が代々あのロシアとの付き合いっていうものがある中で、あの一つロシアっていう地を選択してみても面白そうだなと思ったところがあります。元総理である鳩山一郎氏は旧ソ連との国交回復を成し遂げた人物。今日総理となった父も北方領土問題に力強く取り組んでいる。そして喜一郎さんもこのモスクワで妻と2歳の娘と3人暮らし。現在客員講師兼研究員として交通渋滞について研究している。父親の総理大臣就任、息子の喜一郎さんはどう受け止めているのか。まあ、一国のリーダーをさせていただくということはとても ありがたいことですし、ありがたいことですし、光栄に思っております。まあ、今後もっと忙しく、親父もですね、忙しくなっていくと思いますけど、まあ、家族として支えられるところは支えてい、こうと思っております。家ではお父さんですかね。まあ、他の方には親父と言っておりますけど。親父ですか。家の中ではね、割と普通な、素朴な、素朴、まあ普通の親父だですね。ダジャレも言うし、自虐的なネタも言うし。親父が買ってくるお土産、結構私とか母の口に合わないことが多かったんですよ。で、親父の買ってきたお土産が余るっていう現象が頻発しましてね。で、それ以来親父が俺の買ってきたものはどうせ食べないんだろうなというようなことを言って、家族に気を使わせたりしてますね。これは8年前、鳩山首相の自宅から朝生中継した際の映像。この時間、ご家族、奥様は何をされてるんですか。いつもこの時間は食事を作ってます。ああ、そうですか。じゃあもうすぐそばにいらっしゃるわけでございますか。はいはい、おりますよ。呼びましょう。もしよろしければ、はい、奥様。はい、おはようございます。ちなみに今日の朝食のメニューは何でございましょうか。考えまして、カツ丼か、カツサンドかな。違うかな。失礼いたしました。失礼いたします。とても仲良さそうでよろしゅうございますね。おかげさまで。頑張ってね。頑張るよ。何言仲睦まじい様子を見せてくれた鳩山夫妻。8月の選挙中も主人を立てる美幸夫人の姿があった。食事の後は、あと片付けは主人がお皿洗って、それで私がここで拭いて片付けるというのが日常のパターンで、私はね、こう濡れるじゃない、ワイシャツが、だからいいいいって言うんですけど、いやいや、作ってもらった上に洗い物までしてもらったら申し訳ないって言って洗ってくれるんです。二人三脚で政界の頂点を目指してきた鳩山夫妻。ファーストレディーとなった母美幸さんについて息子喜一郎さんは、明るい、こう明らかとした性格ですので、まあいろんな場で親父のサポートをしてくれるんじゃないかと
思っております。宝塚におりましたんでね、人前でなんかパフォーマンスをするっていうのは嫌いじゃないわけで。みゆきさんの宝塚時代の芸名は若みゆき。娘役として舞台に立ち親しまれた。退団から8年後鳩山総理と結婚。そして今日元宝ジェンヌのファーストレディーが誕生した。そしてみゆきさんは世界でも注目。アメリカタイム誌が発表した最も個性的なファーストレディー10人に選ばれた。アメリカのヒラリー・クリントン国務長官やフィリピンのイメルダ元大統領夫人と肩を並べることになったみゆき夫人は、地味な夫とは逆の魅力があると評価された。地味な夫と評された鳩山総理ではあるが、その華麗なる鳩山一族は4世代にわたり日本の最前線で政治を動かしてきた。鳩山総理は政界進出前理系の学者だった。当時政界に興味がないと噂されていたが、学者から突如政界への出馬を表明。北海道で初当選を果たした。息子もまた父親と同じ理系の学者の道を選んでいる。もし政界を目指せば鳩山家5世代目の政治家となる。長男喜一郎さんにどうしても聞きたいこと。まあね、親父の仕事っぷりを見ておりますとね、私が行ってできんのかって思いますね。ですから現段階で政治家になりたいっていう気持ちは今のところはないです。まあ、ただまあ将来的にその自分自身に自信がついてとかですね、まあ役に立ちそうだなっていう思いが芽生えたら分かりませんね。興味はあります。はい、世襲ということがよく言われてるんですが、その辺は世襲、そういう何でしょう、いろんな世襲の形が、世襲の定義と申しますかね、あると思いますが、いわゆる地盤を引き継ぐという形での世襲っていうのは、まあ、親父本人も反対しておりますけど私もそういう形はあまりフェアじゃないんだろうなというふうには思いますね。ただまあ親父の何ですか、親父っていうのは一般論の親父ですね、今私の親父という意味じゃなくて、例えば父、まあ、あるいは母が政治家をやっていて、でその子供が政治家を目指すというのは別にこれは自体は悪いことではないんじゃないかと思ってます。まあ、親の背中を見て子供は育ちますからね。ですからそのこと自体をやはりいけないことだと言うべきではないのかなというふうには思ってます。出馬宣言じゃありませんよ政治家になりたいという気持ちはないとしながら興味を持っているという息子喜一郎さん。鳩山総理は選挙で掲げたマニフェストを実現し、有言実行する政治家の背中を息子に見せることができるのだろうか。